カウント3ボール2ストライク。スイングでランナースタートって、これは三振ゲッツーです。イデホはセカンドタッチアウト。柳田三振、イデホ盗塁失敗という形になりました。うまく打った打球は右中間、真ん中割っていく長打コース。松田は二塁を回って止まります。ツーベース、ノーアウト二塁。昨日はツーランホーム、あっと背中に当たったデッドボール。痛そうな表情です細川。インサイドボールが外れます。ストレート、ここはこういうシチュエーションになった方がいいですよね。なるほど、これだけはどうか。センター前、変化球をセンター前に運んでいます。さあ内川つないで、ノーアウトランナー二塁一塁。彼にとって程よいチャンスです、はい、なるほど ね、 あのランナー一塁ぐらいの方がある程度シチュエーション、はい、打ち上げた高く上がってキャッチャーファーストが追いかける。カメラマンの前、井上ボール取った。カメラマン席の前、ミット。スタート切ってショートライナー、ランナー飛び出している。一塁に送ってダブルプレー。笑顔が見えたのは田中はライト方向。さあ打球伸びていく、中村ジャンプ取れません。デスパイノはセカンド回って止まって、今日3本目のツーベース。今日はレフトオーバー、右中間、さらにはライトオーバー、最後は中村ジャンプしたんですが、ボールはフェンス直撃。4球目、高浜振っていきましたがファウルボール。このセカンド1・2塁間、ランナー3塁に向かう。明石が1塁送球。おっと、高めにしたんですが、これ手が出なかったですね。はい、あの想定しなかったですね。あ、なるほど、はい、はい、まあ、なんですね。これはあっと、ジャンプ1番取りました。サードのヘルマンです。結局フォアボールのランナーってのは帰ってくるんですね。はい、そうですね。帰られた方が嫌でしょ。確かに、ね、あっと打ち上げてしまった。高い左は誰が取るか、キャッチャーか、杉田か、ファーストか、誰か。最後ピッチャー菊池雄星が取りましたね。ただ雄星はそこにいましたね、はい、普通ピッチャー逃げますよね、はい。ああ、これも気持ちが入っていたのか、最後は自分で取りました。渡辺監督も笑顔がこぼれています。対してボールを置きに行ってしまったところを打たれてしまったという形になりました。おっと、これは弾いた、ファーストイデホ、まあ、ちょっとバウンドが合いませんでしたか、まあ、ちょっとイレギュラーもあったかもしれませんね、内野安打。まあ、しかしこのヒットは、まあ、長打ではありませんでしたが、まあ、ペーニャにとっては大きな一本でしたね。いや、そうですね、はい、特にオープン戦で、ね、なかなか結果が出ない、このあたりも、ね、はい、開幕の緊張感の中でやってるわけですからね。そうでしょうね。ですからまず、はい、処理ですね、あるいはファール等になってしまうんですけどね、はい、やはりあの一、二塁間非常に広く空いてましたからね、はい、攻撃に引っ張れましたね。さあ、バッターボックスはイデホです。軸足を大事にしています。ランナー走りました。巨体を揺らしてペーニャが走ります。やりますとやっぱボール球に手出しますからね。サードゴロ、バルディリスから一塁へ。おっと、これはワンバウンド、送球がワンバウンドになりました。この間にランナーセカンドに向かっています内川です。記録はエラーです。
よっとビクッとバットは出かかりましたが止めました。どん詰まり、あ、稲葉は突っ込まない。あ、なんとか逃れようとしましたが、突っ込めないですね今のもね。飛んだところファーストですからね。そうなんですよね。ショートセカンドだったら、はいはい、稲葉選手 その姿を表現しやすいんだということをね、もう肌で今はもう感じながら投げてると思います。なるほどね。はい、ね、今のでもワンアウト取った後ですから、はいはい、ね、甘く入ってもおうおうおう、ちょっと甘く入ったかなっていうようなね、うん、これは決めた、うん、二塁に投げた。あっと、ちょっと金子と交錯をしました。あ、鶴岡、あれは走塁妨害じゃない。この後です、はい、それでここからですね。で三塁に行こうとして、ここで完全にこう、あ、でもこれは金子選手あんまり攻めれないな。あーあー、最後はボールが落ちた。それがあったんだ。いやー、ナイスピッチングでしたね今。渡辺監督今シーズンちょっとスマートになられましたね。そうですかね、はい、うん、センターに弾き返しましたが、陽大感動だ、飛び込んだ、いやー、右腕、ナイスプレーだ。綺麗に回転しましたよ。あ、ビッグプレーですよこれは。陽大館のこれもセンターだ。今度は後ろ、いいプレー、取りました。前に後ろに見せますね。ですね、できないというこの2人です。本当に肘を痛めてたら大きなスイングですが、どうでしょうか。今ミットじゃなくてマスクに触れたかどうか。フォロースロー、珍しいですね。角中どちらかというと内側からバットが出る典型だと思うんですが。そうなんですよ、今のそのスイングなんかもそうですよね。インサイドのそんなに厳しいところじゃないんですが、エアードでゾゾマリンスタジアム、お客さんが動き始めたのは雨です。雨が落ちてきました。さあ、雨の中のゲームになってきそうですが、ランナースタート、エンドランでした。逆を突かれたが中村冷静にさばく。エンドランできましたね。そうですね、1球目はセーフティーバンド形式だったんですが、中島拓也、フォークボールか。隅谷はインコースに構えています。ズバ、おお、判定はボールでした。まあ多分低いっていう判定だと思うんですけど、まあ今度抑えてのこの回、右中間方向、センターの前は秋山。いや、今のは落ちるかなと思う。さすがですね。大丈夫ですか、岸。さっきの投げた後の動きです。あ、虫ですか。虫ですか。バッタですかね。何でしょう、あのバント処理であれば。隅谷から三塁へ、一塁へ送ってダブルプレー。ライオンズ今度は最